あえてくぼみがつけられています。ここのサイドを流れていく空気の流れが速くなるんです。このリアウィングめちゃめちゃすごいんですよ。ボディに巻きつく空気の剥離を良くするために作られた専用設計なんです。本当にピュアなですねマシンを作っていった、そう感じるハンドリングとエンジン性能です。今回の旧車王チャンネルでご紹介するのは皆さん大好き RX7FD3S をご紹介したいと思います。以前旧車王チャンネルでは1型をご紹介していますが、今回はですね熟成に熟成を重ねた5型をご紹介したいと思います。この車はですね5型から当時の自主規制である280馬力精一杯まで出しています。そこまでのパワーを出すにですね至った背景であったり、具体的なチューニング内容、そういった部分をですね深掘りしながら、ご紹介していきたいと思います。それではですね、この280馬力を出したエンジンを見ていきたいんですが、 FD は280馬力のところに様々な工夫がこなされています。このエンジンがですね280馬力を出すにあたって工夫されている点は給排気の効率化と冷却効率化です。そのためですねこのようにですね給気の部分が大幅に改良されています。これ中を覗くことはできないんですが、下にありますねインタークーラー、ここの熱を今までのモデルでは吸ってしまって給気温度が上がっていました。そこでですね5型からはですねこの中がですねしっかりと同封される作りとなっています。またですねそれを実現するためにですねこの、リンフォースの、内側の部分にもですね穴が開けられていて、それによってですねしっかりと吸気できる作り、そこまでですね徹底して、やっているのがこの5型のすごいところです。さらにですね、このエンジンオイルの、熱管理が問題となっていました。瞬発的に280馬力を出すためではなく全体的に馬力を上げるためにですね熱害対策として、なんとですねエンジンの内側その部分の設計まで変えてですねオイルが、しっかりと、エンジンを冷やせる純正でですねここまでエンジンを改良してまでパワーを出し切った、そこがですねすごいところというふうに感じます。旧車王ではですね、10年以上時が経過したお車を中心に買取サービスを行っております。お車をご売却ご検討されている方はぜひ概要欄からホームページをご覧ください。パワーはですね255馬力からこの5型からですねついに自主規制いっぱいの280馬力になっています。もちろんですねパワーが上がっていることもそうなんですが、トルクがですね全域にわたって増えています。ピークパワーを増やすだけではなくですねエンジンの内部や吸気排気を徹底的に見直すことによって得られたこのアディショナルパワーというのはですねカタログスペック上のものではなく本当にサーキットで使いたいような領域、5000回転から先そういった領域でですねトルクが増えていて熟成されているように感じます。もちろんですねロータリーエンジンの、気持ちよさそういった部分も味わえるんですが、あえてこの5型にですね乗る方はですね、こういったマツダのエンジニアがですねしっかり煮詰めていった、しかもカタログスペック上ではなく本当に速さを追い求めていったセッティングをしている、そのあたりにですね着目しながら乗ってみると余計ですねこの車の味わい深さというのが増すのではないかというふうに感じます。またロータリーエンジンは以前の1型の時もお伝えしましたが、アクセルを踏んでから、タイヤが回るまでのこのトータルのレスポンスが速いように感じます。だからですね加速性能もいいですし、限界領域でのコントロール、ドライバーが思い通りにアクセルコントロールで車の姿勢を作れる、そういったところのですねトータルの、バランスがいいのがこのエンジンの素晴らしいところだと思います。続いてですねエクステリアを見ていきたいと思います。皆さんデザイン性の美しさ、ここに触れているレビューはたくさんあると思います。そこであえてですね今回はこの車デザインだけではなく空力にとってもこだわっている点をご紹介したいと思います。この車ですねパワーを上げるために冷却にかなりこだわったんです。結果的にですねここら辺の開口部というのは約2倍程度上がっています。その代わりデメリットとしてリフトホースという車に揚力が発生して浮き上がってしまう力が発生していました。そこでですねこの開発陣は車がですね上に浮き上がらないようにとってもたくさんの工夫をしています。まずですねここスカートの上部をですね持ち上げることによって空力性能を上げています。さらに細かいところで言うとここ
ここについているちっちゃなフィンですね、このフィンによって空気の入りが良くなるのと同時に、車が浮き上がる力というのを抑えています。さらにこの内部の構造なんかもですね、軽量化のために以前までは2枚でできていたものを1枚にして軽量化する、そういったですね徹底っぷりもあります。さらにサイドに回っていきたいと思います。ここの部分ですね、あえてくぼみがつけられています。このくぼみをつけることによってここのサイドを流れていく空気の流れが速くなるんです。そうすることによってですね、空力性能が上がる、そんな作りとなっております。また横から見ると見やすいんですが、ここ見てください。このナンバーの付け根の部分をシームレスにすることによってリフトホース、これをですね抑える、こんなところまでこだわっているのが、この5型のすごいところなんです。さらにですね、足回りの軽量化を徹底するために、全てアルミ製でできているといった、4輪ともにダブルウィッシュボーンとなっています。続いてですね、このリアウィング、めちゃめちゃすごいんですよ。なんと純正でありながら角度が変えられます。1度から 14.5 度まで変えられるようになっており、これによってですね、ダウンフォースの量を調整することができるんです。さらにこの付け根、少し特殊な形状をしているのが分かりますか。これはですね、何度も浮動実験を繰り返して、この上のですね、空気の流速を上げるためにですね、ボディに巻きつく空気の剥離を良くするために作られた専用設計なんです。私はですね、以前自分でボディに、車のボディに、いっぱい毛糸をつけて走行したことがあるんですが、実際にですね、ボディの、端なのにですね、空力パーツを少しつけるだけでこの上に流れる空気の流れが違うことが確認できました。そういったことをですね、メーカーは何度も何度も繰り返してこの特殊な形状を作り出しているんです。この素晴らしいウィングですが、一つ問題点がありました。なんとこのウィングですね、このウィングだけで3キロあったんです。この3キロ普通のメーカーなら見逃したと思います。しかしですね、マツダの開発者たちはこの3キロを妥協できませんでした。そこでですね、様々なパーツ類を軽量化したりですね、先ほどのリインフォースで 500g 軽量化するなどして、以前までの型と同じ車両重量に抑え込んだんです。ここまでやっているパッション、本当にすごいと思います。さらに空力にこだわっているところはこのルーフです。正面から見るとですね、このように真ん中が少し減っているダブルバブルルーフという形状となっています。これによってですね、前縁投影面積が若干少し減らすことができるのとですね、ここの真ん中にですね、空気がいっぱい流れることによってしっかりとですね、ウィングの方に空気が当たるようになる整流効果まであります。過去のスポーツカーでいうと 2000GT なんかや、最近のスープラなんかにも採用されているデザインを使っております。またですね、細かいところですが、こういった、ガラスとこのルーフの境を見てほしいんですが、ほとんど段差がないんですよね。当時の車というのはですね、もう少しここにですね、指1個分ぐらいの段差があったりする車も多いんですが、こういった空力をですね、細かいところまで煮詰めているのがすごいところと言えます。この FD3S なんですが、感動する車です。本当にピュアなですね、マシンを作っていった、そう感じるハンドリングとエンジン性能です。特にですね、以前ご紹介した1型、こちらもですね、エンジンや、ハンドリング両方良かったんですが、それがですね、さらに熟成されています。具体的に熟成されている部分はですね、サスペンションの動きだというふうに感じます。まずコーナリング中にですね、フロントタイヤの接地感が大幅に上がっています。以前の1型に乗っている時はですね、コーナリングスピードが速かったんですが、アメンボがですね、水面を滑るようにですね、カミソリのようなコーナリングで速いんですが怖かったんです。しかしこの5型になるとですね、コーナリングフォースの時にですね、サスペンションが上下にしっかりと動いてですね、車がロールするというよりはそのままですね、地面に座れるように下に下がっていく、そういったですね、コーナリングフォースを生んでいきます。これがですね、とても安心感がありますし、路面をしっかり捉えているので、コーナリングのボトムスピードを明らかに上げているように感じます。こういった雨のですね、悪い路面コンディションだからこそですね、余計にこのサスペンションの良さというのが秀でているように感じます。これはですね、車外製のサスペンションが入っているからではなく、車のサスペンションがしっかりと動いている証と言えます。最後にですね、この FD3S なんですが、本当にですね、エンジニアの方が、煮詰めに煮詰めた、車を作って終わりではなく、毎年毎年ですね、車を実際に走らせてサーキットでどうやったら速くなるのか、そういったところをですね、煮詰め切った本当にピュアなマシンだと思います。
国産車であればホンダのシビックタイプ R や GTR、そういったですね限られた車種と同じようにこの RX7 もサーキットの速さを追い求めていった本当にピュアなマシンだというふうに感じました。皆さんが買えるような手頃な価格帯でこのですね車を作り上げたマツダの意地、そこをですね私は強く感動させてもらった、そんな一台でした。今回の旧車王チャンネルでは FD3S の5型をご紹介しましたが、このレビューを通してマツダの開発陣が熱いパッションを持って本当のピュアスポーツカーを作り上げたことが皆さんに伝わっていたら嬉しいです。このようにですね旧車王チャンネルではマニアックな車のレビューを通して旧車の魅力を発信していっています。車好きの皆様ぜひチャンネル登録で応援をしてもらえたら嬉しいです。